今回は文豪ストレイドッグス、5期第55話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。いつもの開幕提供。さあ今日は空港が修羅場になる。懐かしい探偵社。国木田さんも復活したよ。異空間事務所。暴君の異能強い。ほんと便利な棒の異能力。てかここで乱歩さん生きててほっとしたわ。あれ、ケンジ君とザキの合流シーンは丸々カット?だいぶ終わってんな。ぶっちゃ急展開にも程がある。マジで厄介すぎるな。どんだけ強いのよ欧州。あんだけ感染力あっても最終的には平定できるんだ。すごいな欧州。半年でこれに片付ける欧米列強、さすがにヤバい。南極とか入ってきたけど?赤い。黄色い。青い。厳重すぎ。柵がヤバいな。封印装置の CG かっこよすぎだろ。取り出しシーンがガチすぎる。この世界の科学技術割と謎だよね。与謝野さんがもっと多い。って語るのつれえ。ごまんなんだ。戦後の兵士の PTSD もひどいって聞くもんな。あの戦場。配下が必ず命令通りに動く能力か、それはまた最悪を招きかねない異能だな。なんつうもんを生み出してんだよ。操り人形やんけ。それ自体は正しいのが泣ける。それ吸血鬼でよくね。部下が必ず命令通りに動く信号機イコール軍事クーデターお手軽装置。トップが狂ったら終わりの話。音月気象テロだ。気象情報攻め。世界征服。とんでもねえ。もうやばいよね。ここまで具体的に危機が迫ってる世界征服もなかなかないよな。あやちゃん。コーダーや出てきた。何年ぶりのあやちゃん。そうめんに爪楊枝。そうめんに爪楊枝混ぜたら、さすがにわかる。やっぱあやの父は露伴先生なんかな。あやちゃーん。あ、回想ありがてえ。国木田くんとフラグ立ったようでそんなことなかったあやちゃん。了見。女の子を突き飛ばすな。ジョーのお前子供に対してひどいぞ。ジョノさんお嬢さんには優しくせなあかんで。ジョーノさん謝らないのきつ。先手読まれてるな。さすがにこれくらいは読まれてるよな。またビキビキしてる。乱歩さん小僧言われちゃってる。そんなところでそんなうかつな話するな了見。わざと話してないかい。都合が良すぎる展開だ。おい、一般人に何してるんだよ。お前怖いぞジョーノ。イカれてやがる。サイコパース。あやちゃん逃げてー。刺した。痛いねお尻。毎回尻刺されてるんだ。尻刺されて当然。ここでやるなや。フラグ。かわいい。笑顔を壊す人です。バラした。え、ブラムを見せた?何してんのよ。ジョノさん見えてなくね?わしじゃよ。マッチポンプがひどい。ジョーノを、勧誘してるだと。さすがにこいつ以外は積極的な協力者にはなり得ないって判断かな。みんなよりちょっと高いところに座ってる乱歩さんかわゆす。どっちが相手の裏をかけるのか、になってきたな。乱歩さんの推理がめちゃくちゃ頼りだな。今シーズン始まってから、乱歩さんがずっとかっこいい。天人の五水になる資格があるってチクチク言葉すぎん。天人の六水に解明せな。自陣とかやってんの?ゲームをしましょう、ゆえつ。マジでゲスだな、こいつ。うさんくさい CV 家事勇気、なかなか聞かないけどめっちゃいい。これがジョーノの異能千金の涙自身の体を有しかできる能力か。めっちゃ消え方綺麗。本当性格悪くてくさ。元犯罪者なのか。ジョーノの前職の組織なんだ?今日のためにってことは、ずっと前から綿密に計画してたってわけか。なるほど。親倒せば全部消えるのね。先手合戦。全部読まれてる。だから裏の読み合いなのよ。と、考えていると乱歩さんは考えているのかな?原作読んでません。強盗に厳しい。てかそもそも強盗では死刑にはならなくね。スパ。ジョーノが謀反を。優越に正直。優越五行。無垢の民を守る優越。光落ちしている。輝きすぎワロタ。ブルータス。チート武器きたー。この能力マジでチートだよ。勇士か。美しい異能だ。勇士化は服と武器にも適用されるのか。逃げられない。奴がれあー。ここに来て久々の空間断絶。奴がれで遊ばないで。芥川の死体を養殖するな。炎の剣。エンチャントファイア。100倍の炎の剣はヤバすぎるでしょ。だがこれも読まれてる。ジョーノー。ついに複数の未来から攻撃とかやりだしたぞ。奴がれ顔しろ。
ジョーノさん吸血鬼になったのか？立派な正義の味方やで。芥川さんは吸血鬼になっても有能だねー。あやちゃん。嘘でしょ。あやちゃんに託されてるやんけ。そこで一般人しかも子供を巻き込むん会場の。この子大丈夫なんか？素人に尾行させてる時点で人手不足。逆に福地は素人の子供の尾行に気づかなかったの。フラッシュ。うかつすぎる。おい、フラッシュとか初歩的なミス。でもフラッシュ OFF でもシャッター音でバレるよね。キロリ。どうやって先に奥の部屋に入ったんや？あ、アップナー。判断すご。うまいことやるね。すばしっこいよね。あかん。怖すぎるかくれんぼ。マジでどうするよ。絶望的すぎて逆に生存フラグ系。いない。見つかったら死ぬかくれんぼ怖すぎだろ。波の一般人ならやられてた。あそこってどこ？少女に翻弄される福地さん。なんかラスボスもチートな割に結構追い詰められたりしてるし、マジでジョジョのボス戦みたいだ。キラ戦みたい。ED やっと見れた。おお、映像あるエンディング。輸液提供。めちゃくちゃ後光刺しとる。後光が刺すジョノさん、一周回って面白い。ジョーノのこと悪いやつって思ってた、すまん。お前はいいやつだった。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。